か闘技場か。そうだ、金の使い道思いつかねえ金持ち、チー見るのが好きな変態どもがお得意様よ。戦士は殺しても殺されても問題に。ここはサイの河原だ。三ズロ川もすぐ近くってな。俺にしかできねえ仕事ってのは。三人勝ち抜けば賞金が出る。そいつを手に入れられれば、そいつを情報料としてもらおうじゃねえか。いいか桐生、これからこの先のリングで3人の男、ルールは素手であること以外には特にない。好きに暴れてもらって結構だ。高額な金の代償だ。強いやつとやってもらう。で3人に勝ったら仕事をしたと認めてやろう。どうだ、分かった。準備ができたら声をかけてくれ。またな。準備できたか。おっと、武器か防具を装備しているな。またな。準備できたか。せいぜい観客を盛り上げてくれ。レディース・ジェントルメン、ここで飛び入りのファイターが登場です。10年前、堂島の竜と恐れられ、自分の組長をその手にかけた仁義なき国道キルー・カズマ。迎え撃つはここまで2人勝ち抜き、米国第9殺人逃亡犯ダニエル・フェルマン。さあ、時間無制限、ルールなし。
闇入りの気流、快進撃が止まりません。おっと、今次の挑戦者が決まったようです。驚きです。なんと負け知らずのあの男が帰ってきました。過去3年このリングで全勝無敗、ベガスの地下リングチャンピオン、ゲリー・バスターホース。よう、また会ったな。奇遇ですね、キルザ。即死と副上司、お好みは？その日本語、意味分かって使ってんのか？無敵の極道隊、無敗の地下王者、注目の一戦、今、ゴングです。すぐ終わらすね。
無敗の王者に土をつけ、今新チャンピオン誕生。次はお前が仕事する番だぜ。安心しろ、約束は守る。俺はフェアだって言ったろ。